している。あなたですか。竜骸の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜骸にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。お前さんも来たのか。賑やかな子って。
誰ぞ。そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。うん、なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。いかがかね。くよ。さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。その任務、この辺りで使うでないぞ。カラスどもがビビっちまう。
ある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ？え？旦那、覚えてねえんですか？ああ。へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけに、あの世のこと話して差し上げやしょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。Say so as must tardy。Ew!